兄貴、うちの親父紹介しますけ。奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかよ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち負った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、親父さん。もう昔の話だから。おい南雲、もっと言えよバカ野郎。いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど、ゆるくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやってるますけ。おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい雄太、頭はおるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ、東京の客人かい。ええ、お邪魔してます。入んなよ。ん、うん、なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう、うちの方で何か不自由させないかい。おかげさまで大丈夫です。うん、あ、そう。南雲にあんたのなるそめ聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことは調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は仇の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろう。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほら、
パパのとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します。親分。安心してください、キリュウ兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこな。よう言うわ、何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、うんぴったれが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。こんな。おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東条会の四代目？東条会言うたら東京のあの東条会で？ああ、そうじゃ、確かあれじゃ、堂島の竜実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか。え、いや、そりゃぶっちゃけつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリの兄貴、なんで黙っとったんですか。早う言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ。俺の方にはな。キリュウさんの方には。俺らの方にはまだキリュウさんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、あ、そういいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。南雲、なんだよ隠し事。陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら組に関係ない俺が行けばいい。違うか。いや、兄貴が無事強いのは分かっちゃいます。じゃけど、なんぼなんでもたった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そら、そうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面？なんか泥棒みたいだな。おやさん、なんで小川なもん持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな。全然バレなかったよ。ほいじゃけど、そがなことする人、おやっさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。ほいじゃこれ、兄貴のもんです。はあ？いや、
俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから、兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で暑いて脱いでしもって、せっかくの黒が水縄じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが。ん？そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ。まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。高頭、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん。笑ってんじゃねえてめえ。ママ帰らなくていいのか。キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかしもういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛いだろバカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。ちょ、ボエスさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それで、ハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか？うん、私ね、辰川くんがハルト君の父親なんじゃないかって思うの。は？誰なんだ？俺の幼なじみで一緒におやっさんの杯受けた兄弟分です。夕方頃、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってた。それで？飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。で、キヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんか。うん。それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのか、その時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して雄太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの？うん、普段通り、冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台を置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ。辰川はハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ、小清水の頭がおやっさん探しとるも、多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃあ、もしかしておやっさんハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの？
じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや、全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、親さん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。キリュウ、まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト。小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。キリュウさん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初は親さんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥って女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今までそがなこと一言も聞いとらせんで。どがになったんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの辰川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、キリュウさん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太。
俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。宇佐美優太。俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。嘘じゃろ優太、踊れ、何黙っとるんじゃ、なんとか言わんか、こら！すいません！お前が、ハルカと。なんで早う言わんかったんじゃ、このバカタレ！踊れ、心当たりがあったんじゃろが。それを、なんでじゃ！達川がハルトの父親だって話だったから、まさか俺だとは。おう、ちょ待て、ユータ。お前、ハルカちゃんと、その、ゴムとかつけんかったんか。なあ、ユータ、嘘じゃろ？嘘じゃったら嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。ユータ本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。確かにそうじゃ。いろいろややこしい話でさ、な、そうだろ。なんじゃ踊れ。お前は増添。なんでお前がここに。増添。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。話がまるで見えん。一体何なら、こりゃ。なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってどこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と達川でね。それがなぜかってと、こいつらユータのことをおかげの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が採用会の後継者だからだ。ああ？宇佐美優太は採用会の総帥、老の血を引く実の息子だ。何言ってんの？老の息子は、ジミー・ローは3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。
話が見えねえぞ、マスオエ。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことで、そいつは西洋界の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな、マスゾイよ。西洋界ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから西洋界のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の後目を告げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が二人以上いれば、何が起きるか分かんだろう。後目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために、西洋界歴代のボスは二番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは、長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず、物心つく前から施設で育ったろうが、俺と立川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが西洋界から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、西洋界に拾われた兵敗つだ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ立川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ。俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず能天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供をおろせって言ったんだよな。な、そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊をおろせ言うとったんはそん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば、後々組織に災いを招く。余計な目を摘むこともお目付け役の仕事だ。踊れ、勝手なこと言い寄ってからに。だがその矢先、今から1年半前、
沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その拙者に中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけやねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後西洋会が神室町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男が神室町で岩見恒雄に殺されたからか。ああそうだ、ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。そして組織は雄太を採用会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血まなこになって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる、一体何じゃ小柄な赤ん坊、本気で殺そうっちゅうんか。ああ、あのローがそんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。あんたから見りゃそのくだらねえことがあの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば、死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒雄に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達
川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで石見恒夫を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊を神室町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日神室町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを。あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるじゃ。あとはあんたらも知っての通り、達川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を石見恒夫に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら採用会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ達川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうがバカたれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるようクルス会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてろ。え？こいつらハルト狙ってるか。クソ、なんじゃ踊れな。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。
そういや、舛添はどうした？神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃあのけど、おやっさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそう言うなよ高平。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ？のう兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた。間違いねえ。あいつが広島に？誰がさらったにしても黒幕は岩見恒夫だろう。親分、俺にはまだよくわからねえことがあります。なんだ？この尾道と西洋会とのつながりです。ん？雄太はガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添へ携わって兵配つの二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃん。会長はともかく老はそこまで年取らんじゃろ。おう、だからその頃の西洋会の頭は老の先代だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな。西洋会は老に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのがさ、ヒーハイツの密航ビジネスだよ。え？ヒーハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ローはその子たちを尾道に密航させてよ、クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヒーハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ、ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやっさんも？そがわなこと初耳ですわ。え、お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、その兵配つの件にはクルス会長の息子岩見恒夫も絡んでいたんですか？ん？ああ、恒夫もロウと話す機会があったろうな。そうか、それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうが兄貴。ん？ほれ、アジア街でロウが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟老一道的徒弟深藏着不能被人知道的秘密。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わしそれ少し心当たりありますわ。なんならクルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとっちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持っとるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺実ですか？大道寺？おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですが、陰で日本の政治を操っとるっちゅって。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。
くだらんよた言いよって。どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたで、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにハルトが。よう、キリュウさん、悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよ。ええ、もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのざまだけどよ。坊主のこと頼むよ、桐生さん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが。あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。ハルトは取り返してきたぜ、ユータ。ハルト、怖かったよな。俺のせいでお前とお前の母ちゃんは。おう、やるぞ。もう帰るぞ。反純喜が撃たれた。ああ、誰にどこから撃たれたのかは分からなかった。犯人はその後すぐに消えちまったようだ。そいつも常雄の手のもんだろうな。しくじった半純義にけじめつけたってことか。撃たれる前、半純義は尾道の秘密を隠しているのがクルス会長だと言っていた。西洋会の牢も尾道の秘密を気にかけてた。その秘密ってのは俺らが思っているより岩見恒夫や西洋会の殺し合いに深く関係しているのかもしれない。ほいじゃあ、うちの会長が何もかも裏で糸引いとるっちゅうことですかい。いや、クルス会長と恒夫の親子は別個に分けて考えた方がいいな。特に常雄ってのは見かけほど父親の言いなりじゃねえんだ。どういうことです？もともと会長は常雄に裏の家業を継がせる気はなかったんだ。で、陽明連合会の後目は小清水に継がせるつもりで若頭につけたんだけどな。ところがどっこい、いつの間にか常雄はその小清水を手なずきしまって自分のいいように動かしてる。いや、三恒はありがちな野心家の二代目だけどさ、それが案外無能じゃねえってのが厄介でね。クルス会長も苦い顔してるよ。親分はクルス会長とはどういう。まあ茶飲み友達みたいなもんかな。え、ほんまですかい。年取るとじじい同士でしか話せないこともあるからよ。ただそれでも俺は尾道の秘密なんてもう会長から聞いたことがなくてね、いまいちピンとこねえんだよな。
ありもしない秘密が噂だけで一人歩きしているってことかもしれません。あの、それより兄貴、ハルトは今夜どうします？ここに置いとってもまた本家の連中に狙われるかもしれんで。とりあえず今夜は俺のアパートに連れて帰る。この町はあそこが一番マシだろう。あ、そうっすか。お前も来い。狭いとこだが何とでもなる。キリュウさん、連れ打ったのはかなりのクセモンだ。多分懲りずに次の手打ってくるはずだ。気抜かねえ方がいいよ。はい。それでは親分、今日は失礼します。だが一つだけ言っておく。ユータを私と差し違えるように仕向けたのは、私を殺そうとするある男の意志だ。な、何の話だ？その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何？そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ、古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今、我々最王会の血の掟を逆手に取り、ユータが私に殺意を持つようそそのかした。どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか？まさかそのある男ってのは広瀬のおやっさん？そうだ。バカな。それじゃああの親分がユータを道具に使ったってのか？あれはアジア街を手にした私が息子のジミーローを殺された後のことだ。クルスは尾道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬という男だった。悪いね、時間取ってもらっちゃって。広瀬さんだったか。あんたもおじいちゃんなんだ。孫の顔を一目見たいだろうと思って連れてきてやったよ。あなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう。尾道の秘密の件では。話が早くていいね。本当はあんたを殺しちゃ手っ取り早くて済むんだけどな。でもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々最王会はすでにアジア外に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミーローを殺した。ビジネスとしても人の親としても私にはあなた方の要求を聞く道理がない。そう言うと思ってね、あんたにはいい条件持ってきたよ。なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか？宇佐美優太をあんたにくれてやる。あ
あいつには西王会の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ、この条件で飲めねえっつんなら雄太に全部話しまうけどな、この赤ん坊があいつの子で、あんたがそれを始末しようとしてることも全部さ、そうなりゃあいつはあんたの後継者には死んでもならない。あんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうな。それでもいいかい。その赤ん坊はどうする。俺が面倒見させてもらうよ。永遠にこの子の存在は雄太から隠し通してやる。私としてはここで赤ん坊もろともあなたの口を封じるという手もある。やってみるかい。その時は真っ先にあんたが死ぬよ。それに手下ども同じようにか道連れにさせてもらうわ。ふん、それは大げさだ。そばに控えている部下たちは全員銃を持っている。俺にできねえと思うか。クルスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの手下な、立川と松戸へすぐ引き上げさせろよ。それと西王会の神室町撤退には一月だけ時間やる。尾道の秘密はさ、あれ守るために俺何人もぶっ殺してきたんだ。そんな中には俺を可愛がってくれた兄貴分もいてね、もしあんたに秘密ばらされたら兄貴たちが浮かばれねえんだよ。傍から見れば不思議に見えただろう。私は100人を超える部下に守られながら、たった一人の老人を相手にその要求を丸呑みさせられた。広瀬との交渉を終えた私はまず増添と達川へ出していた赤ん坊の殺害命令を撤回しようとした。だがすでに岩見常雄へ寝返っていた達川は連絡を断ち、そして神室町のあのひき逃げ事故が起きた。赤ん坊は広瀬の手を離れ、広瀬は自分が我々への交渉材料を失ったと感じたはずだ。そうなると尾道の秘密を守るためにあの男が取るべき道は私の殺害以外にない。それで広瀬の親分が雄太をあんたに差し向けた。信じられないか。